来た。退屈そうにポツンと座っていた幻想の女神様は言いました。それはもう、嬉しそうな笑みを浮かべて。現れるのは、真実でも混沌でも秩序でもありません。美とも呼べる、そりゃあもう美しい女神様でした。本当に崇高なことを考えるわね、あなたたちって。そうかな？君たちとそんなに変わらないと思うけど。幻想の女神様は首をかしげました。こちらの神様たちがすることといったら、そりゃあもちろん。盤を見てサイコロを振って、その出目に一喜一憂することです。どんなシナリオを用意してたって、勝つも負けるも、すべてはサイコロと、そしてプレイヤーたちの選択次第。行く手を阻むシャドウゲートも、冠を奪ったアークメイジの城塞も、技量に体力、ちょっとの幸運で何のその。冒険、冒険。そう、冒険です。ダンジョンとドラゴン、トンネルとトロル、ファイティングファンタジー。輝けるチェインメールからこちら。これより楽しいことはありません。だからほら、遊戯盤も駒もサイコロの準備もできています。手の汚れないお菓子に飲み物、デジュメもバッチリです。一緒に楽しむためならこのくらいの手間暇だって軽いもの。今日は真実抜きだもの。スクリーンのこっちは見ちゃダメなのです。あ、フレイヤちゃんも好きなお菓子を食べていいからね。幻想は美の女神へあれこれと紙を渡して、簡単な決まり事の説明から入ります。前置き長いわね。私こういうの初めてなのだけれど。わかった、もう覚えたわ。そちらとこちら文化の違いみたいなものだし、こういう趣向もたまにはいい。誘いに乗った私も娯楽に飢えているただの神。さあ、退屈を殺しましょう。乗り気な美の女神様に幻想も満足げにうなずきますけれど、あれれと首をかしげました。あなたの冒険者、眷属っていう子たちじゃないの？よもや、キャラシートを隠し持ってやしないかと、幻想は警戒します。経験点100万点とか、嵐呼ぶ黒い剣の持ち込みは、言語道断なのです。あの子たちがいたらあっさり終わらせてしまうわ。才の出目なんて関係なく。わーお、すごい自信。幻想は目を丸くして、そしてにやりと笑いました。ファンブルとクリティカルに泣かされたって知らないからね。幻想のからかいに美の女神も笑いました。だけど油断は禁物。バルキリーはいつだってそこにいます。まあ
期待値なんてただの目安で、あとは因果で補うのが冒険者ですが。じゃあ今日はよろしくお願いします。挨拶は大事です。ルルブにだってそう書いてあります。よくわからないけれど、よろしくお願いします。さあさあ、前置きは長くなりましたが、トレーラーを始めましょう。これは決して出会うことのなかった彼らの冒険。冒険者が力を合わせて乗り越えるか、それとも怪物の悪意が彼らを飲み込んでしまうか、全ては一点記録のさいの目次第。期待を込め、ドキドキハラハラしながら、神様はエイヤとダイスを振りました。アンダーリゾートまでもう少しだな。ギルドで調べたら、ゴライアスのインターバルにはまだ時間があるみたいだから、大丈夫だと思うけど。とはいえ、油断は禁物だ。俺たちは余裕を持って中層を踏破できるご身分じゃない。まあ、ヘスティアファミリアの団長が一緒というのは非常に心強いがな。あまり頼りにしないでください。クラネルさん。リュウさんに、アミットさん。今日は少し顔ぶれが違うようですね。あ、はい。今日はリリとミコトさん、ベルフが用事で来られなかったので、タケミカズチファミリアの皆さんと。そちらも、デアセイントと一緒というのは珍しい取り合わせじゃないか？私はクエストの関係でリビラに立ち寄る予定だったのですが、道中の危険を回避するため、彼女が護衛をと。アンドロメダに少々強引に頼まれました。とはいえ、私自身ちょうど18階層に野暮用があったので。お墓参りかな。それなら一緒に行くか。俺たちの目的地も18階層だ。そこのエルフだけでもこと足りるだろうが、護衛の真似事くらいはするぞ。うん、みんな一緒の方が安全ですし。よろしいのですか。それではお言葉に甘えて。何？まさか、ゴライアス？いや、この揺れは違う。こんな揺れ、私は知らない。だとしたら、何が？うわあ！ホーカさん、シグサさん、アミットさん、リュウさん。誰もいない。はぐれた。いつの間に、どうやって。それにここはダンジョン
なの？こんなに暗い場所、僕が知ってる階層には。モンスター！君は神々の遊戯により死ぬ罠の地下迷宮に閉じ込められた。どうやらここは君の知る常識が通じぬ場所らしい。危険と謎に満ちていて、けれど仲間の姿はそばにない。君は迷宮の探索競技に挑戦してもいいし、仲間と合流し脱出を目指しても構わない。どちらにせよ、腹を空かせた怪物はそう長く待ってはくれまい。術を使うか、武器を手に取るか、決めたならば。さあ、ページをめくりたまえ。暗くて視界が効かない。あっちは見えてる。地の利は向こう。しかも足音が多い。群れに囲まれてる。ファイアーボルト！今見えたのはもしかしてゴブリン？でも僕の知ってるゴブリンとは何か違うような雰囲気というか、形相というか、なんて言うんだろう。はっきりとした悪意を感じる。ゴブリンが矢を！まさか全員武装してる？ネイチャーウェポンじゃない、人の武器を、モンスターが！何なんだこの敵は！ナイフ？投擲？誰が？冒険者？これで二つ。三つ、四つ。松でモンスターを、いや、その前に無石塔じゃなくて松明。5つ。片付いたな。松明もランタンも持っていないのか。あなたは。ゴブリンスレイヤー。ベルさんもリュウさんたちもいない。みんなどこに？わからん。だが探すしかない。しかし、くそ、目が闇になれないせいで視界が。
今の姫、シグサ、いつの間に向こうへ。私はここにいるよ。暗くてあんまり見えないけど。じゃあ今のは。やめて、来ないで。シグサ。だから私じゃないってば。それより助けに行こう。おう。大丈夫か？あなたは。オーカー！シグサ！また！シグサ！いや、こっちはシグサじゃ。あっちはちぐさで、こっちもちぐさ。なんだ、何が起きている。全くわけがわからんぞ。くそー、お前らちぐさたちから離れろ。さあ踊ろう。逃げられませんよ。一匹の力は大したことないが、倒しても倒してもキレがない。一体何匹いる。シグサ。いや、なんで、やだ。このガキどもが。シグサ、シグサ、無事か。服が破られちゃったけど平気だよ、オーカ。そばにいろ。離れるな。絶対に守る。お前に指一本触れさせはしない。でも、こんなくっついてんじゃ、戦いにくいんじゃ。関係ない。お前を守るためなら、近づく者を全て薙ぎ払う。すごいけど、いつもは鈍感なのに、どうしてこんな時だけ。喜んじゃいけないのに。どうしよう。私もいるんだけどな。これ、見ちゃいけないやつなのかな。というか、声が似てるから、変な気持ちになっちゃうよ。羨ましいとかは、決して思ってないけど。彼が、こんなことするわけないし。いきなり凶暴化した。なぜだ。オーカのせいじゃないかな。なんなんだこいつらは。女を狙って服まで剥ぐなど。
何って、オルクよオルク。じゃない、ゴブリンに決まってるでしょ。矢の軌道が空中で曲がった。気配さえ分かれば目をつむってても当たるもの。よし、いいわよ。意図慈悲深き地母神よ、闇に迷える私どもに聖なる光をお恵みください。光が、これなら、その方向、ここで次にいると知れ。これがゴブリン。本当にそうだったんだ。ああ、でもゴブリンって一番弱いモンスターのはずじゃ。怪物の中では一番弱い、その通りだ。というか、そのあなたっておとぎ話のリビングメイルだったりしますか。違う。どうしよう、全然会話が続く気がしない。肩の傷はどうだ。え、肩？あ、そうだ、矢を食らっちゃって。無理に抜くな、矢尻に返しがある、悪化するぞ。じゃあどうすれば。矢柄を折って貫通させて抜くか、傷口を塞いで矢尻を取る。それじゃあ腕の動きに支障がない方でお願いします。では傷口を塞く。骨や筋を痛めかねんからな。過労止めの軟膏や包帯はあるか。軟膏や包帯ですか。ポーションじゃなくて。さすがにそれは。自分でも持ち歩いて処置方法を覚えておくべきだ。備えていれば助かるのに、備えずに死ぬのはまぬけだ。すいません。とっさに謝っちゃったけど、なんだろう、何かがずれているような。うん。あ、矢尻に何か塗ってある。運が悪いな。アンチドーテのポーションは持っているか。ポーション？ないわけか。良い鎧だが装備が足りんな。駆け出しか。あ、はい、この鎧も仲間が鍛えてくれて。っていうか毒ゴブリンが。知恵のある奴は作る。自分の糞尿だ、唾液だ、毒草だを混ぜてな。糞尿？毒ってそういう。じきに舌が効かなくなって息が詰まり死ぬ。どうやらその兆候はないらしいな。レベル3になってちょうど対異常のアビリティを発現させたばかりなので、激毒とかじゃない限り効かないと思います。レベルアビリティ。はい、レベル2アビリティ。問題ないということか。多分。そうか、ならいい。なんだか不思議な人だな。兜のせいで顔が見えないっていうのもあるけど、何を考えてるかわからなくて。それにさっきの動きも
冒険者とは思えないくらい遅いのに、正確で、鋭くて、早い。手当てのやり方とか、バックパックの中も、変な道具ばっかりだった。なんていうか、よくわからない人だけど。でも、多分、僕のことを心配してくれてる、よね。どうした?ああ、いえ。それにしても、ゴブリンが冒険者の武器を使って、しかも自分たちで作った毒を塗るなんて、そんなの聞いたことは。奴らはバカだが、マヌケじゃない。え?ものを知らん。自分の知っていることが全てだと思い、行動する。だが一度知れば、それを活かすことはできる。一つ覚えてもな。怪物といえど知恵のない出会いばかりではない。駆け出しだというのならば、知らなくても仕方なかろうが。なるほど。なるほど。やっぱり会話が噛み合ってない気がする。しかし、知らん場所に出たな。マップはあるのか?マップですか?すいません。ちぐささん、はぐれたパーティーの仲間に持ってもらってて、今はありません。致し方あるまい。見たところスカウトの類か。武器は何だ?あ、ナイフです。槍ではないのか?え、槍?いえ、使ったことないです。受付さん!今日も怪物どもをなぎ倒してきましたよ!なんてことも言ったことはありません。そうか。いや、なんでもない。気にするな。前衛二人で手が埋まるのは避けたいな。マッパーはなしだ。道は頭で覚える。松明は使うが、隠密を充填するべきだ。少し待て。何を。少しでも見つかる可能性を下げる。ゴブリンは嫁も聞く上、花も聞く。花?お前の鎧は手入れが過ぎる。新人はやりがちだが、光る上に唐臭い。気がつかれてはことだ。その手に持ってるのは、今見ていただろう。ゴブリンの像物だ。ものか。間に合ったわけではありませんね。争う音が聞こえたので駆けつけたのですが、一足遅れたようだ。申し訳ありません。お前、無事だったか?ええ。あなたたちも怪我がないようで何よりです。あたりのモンスターは全滅したようだが。あなたたちは。見ての通り冒険者よ。そっちも同業者でしょ?それにしても、見たことない装備ね。とにかく皆さん、お怪我がないようで何よりです。はぁ!
どうして洞窟にいらっしゃるんですか？あら、あなた牧場の。ダメじゃない！こんな危ないとこ来たら！そろそろ牛を小屋に入れないとって思ってたんだけど、ちょっとうとうとしちゃって。それで気がついたらここに。ドリームランドに迷い込んだとか？まさかね。私たちも何が起こったのかさっぱりですし。石の中にいるよりはマシだけどね。ねえ、彼はいるの？多分ね。オルクボルグだから心配はいらないけど、リザードマンとドワーフと一緒にゴブリン退治の最中だったもん。はい。ですけど突然光に包まれたと思ったら急に地震が。それでゴブリンスレイヤーさんとも。他にゴブリンスレイヤーとオルクボルグというやつがいるのか？あ、いえ、同じ人のことなんです。あだ名と言いますか。コーニ殺しって意味よ。いい冒険者には歌と異名がつきものでしょ。ああ、なるほどな。二つ名のことか。どんな冒険者なんだ？一言で言うなら、なんか変な冒険者ね。薄汚れた革鎧に安っぽい鉄兜の変なやつよ。あ、別に変ってことはないと思うんだけどな。何にせよ俺たちと状況は近そうだな。こっち見ないで。はぐれていた間にいろいろあったようですが、情報を共有させてもらっていいですか？状況を整理したい。それもそうね。で、そっちにもエルフがいたのね。わあ、嬉しいな。ねえねえ、どこの森の子？申し訳ありません。あまり里については話したくない。それよりも、知人を助けていただいたようで、感謝します。別にお礼なんていいわよ。冒険者は助け合いでしょ？この耳にかけてね。見捨てたりなんかできないわ。わ、耳がピコピコ上下に動いてる。あなたは、まさか、高貴な身分のお方ですか？え？ああ、そう。神の森人。まあ、別にそんな自分から言うことではないんだけどさ。神の…まさか、あなたはハイエルフ？失礼しました。とんだご無礼を。うわ、そんなかしこまらないでよ。助けられたのはこっちも同じなんだし。ですが王族を相手に。むふん。どうされました？ちょっと嬉しそうですけれど。いや、なんかこうお姫様扱いがすごい新鮮だなって。私もそうした方がいいですか？ひざまずいたりなんかして、ご機嫌いかがですかなんて。やめてってば。友達でしょ。ああ、もうあなたもいいから、そんな頭下げないでってば。なんだかあっちはあっちで大変そう。ああ、とりあえずは無事でよかった。だが、全員と合流できるまで安心はできんな。うん。ベルさん、それにアミットさんも。とりあえず自己紹介を済ませませんか？このままですと不便ですし。そうですね。
失礼いたしました。尊きお方に対しては私から名乗るべきだった。だからもう別にいいってば。私よりあなたから言ってもらった方がいいかもね。そうですね。私の名前は。血と臓物の匂いは冒険者ならばつきものだ。鼻で呼吸しろ、直になれる。ヒュームの鼻はそうできている。なれるって言われても、こんなことアイズさんにもリュウさんにも教えられたことなくて。だが今教わったならば覚えろ。はい。というか、なんでモンスターの死体が残るんだろう。残らん方がおかしかろう。そろそろ次の松明に火を移すか。少し待て。あ、はい。あの、魔石刀とか使わないんですか？魔石刀？魔石を使った明かりです。オラリオの魔石製品。もしかして知らないとか？いや、その手の品は、あれば便利だが、頼りきりになれば死ぬ。そう言われると、確かに。それで、さっきの話の続きなんですけど、あなたも気がついたらここにいて、仲間とはぐれたって。ああ。じゃあ、すぐに合流しないと。いや。あれらは冒険者だ。俺より腕っこきの。心配はいらん。そんなことより、ゴブリンだ。そんなことで。奴らの巣が近いらしいな。見ろ。連中の物見だ。え？探検を投げて。また仕留めた。しかもやっぱり遅いのに。早い。こんなに暗いのに見えてるんですか？まさか、練習をした。奴らの喉の高さを狙って。練習ってどれくらい？たくさんだ。さっきゴブリンの巣って、ここはダンジョンじゃ。ゴブリンの巣穴はダンジョンだろう。そう言えなくもないのかな。オラリオ以外でも、まあ。洞窟、迷宮、遺跡、廃村。人里が近ければなお良い。奴らはどこにでも巣を作り、増えていくものだ。ここまでに殺した数だけでも20は超える。相応の規模の巣穴だと見て間違いはあるまい。物見が戻ってこないとなれば警戒し待ち伏せするだろう。付き合ってやる義理はあるまい。この人少し、いや、かなり変な人だとは思ってたけど、何か違う気がする。僕たちとは決定的に。ひたすらにたった一つのことを突き詰めたような。そう、まるでまさにスペシャリスト。地形からしてこの辺りでいいだろう。これを持っていろ。松明？それは構いませんけど。あとはこれだ。指にはめろ。え、指輪？つけたなら、壁に登るぞ。あの高い岩だ。は？いざとなったら泳げ。何の話？やるぞ。で、
水！急げ、飲まれるぞ。横穴もあろうが、窪地なら水攻めが効果的だ。コンクリートを流し込んで埋め立てても良いかもしれん。何言ってるんだこの人。いや、それよりあんな大量の水どうやって。ゲートのスクロールだ。海に繋がっている。ああ、それで水があんなに。って溺れたらどうするんですか。水中呼吸の指輪を渡した。問題はあるまい。ありますよ。っていうか問題しかないですよ。そうか。そもそも海って、水中呼吸ってマジックアイテムってことですよね。そんなすごいものゴブリンのために。っていうか頼りきりになったら死ぬって。さっき惜しむから死ぬ。使うべき時には使うべきだ。気をつけろ。ドワイ！歴史しなかった奴は這い上がってくるぞ。しかし良い反応だ。早い。本当に何なんだこの人は。これだけ引きつければ王女アリアドネが命じます。やっ。全滅。ゴブリンが敵視して全滅。わけがわからない。わけが。ダンジョンで水攻めって何。常識が。僕の常識が。あまり聞きたくないですけど、今度は何を。使えそうな武器を回収する。投擲、破損、血油で鈍ることもあるからな。もらっていくって、ゴブリンが持ってたものですか。町への帰還方法がない以上、奴らが唯一のリソースだ。であれば今あるこの武器こそが最高の武器だろう。襟好みするだけの余裕はない。俺はな。いや、やっぱりいろいろ違いすぎる。僕の知ってる冒険者とは。潮の匂いが強いな。今なら紛れるかもしれんが、念のためそのあたりのゴブリンの腹を裂いて血をかぶり直しておけ。ってまたですか。参ったな。お前たちの話を聞く限り、俺たちは常識が通用しない領域に入り込んだようだ。そうですね。こんなレルムがあるなんて聞いたことがありませんし。私たちも初めて知りましたから。神様たちが地上にいらっしゃらないだなんて。案外こっちの世界が忘れられたレルムってだけかもだけどね。俺たちとお前たち同じ冒険者だとしても認識があまりにも乖離している。こっちだってわけわかんないわよ。何十階層もある地下ダンジョンなんて信じらんない。かの最も深きダンジョンだって10階層なのに。何なのよそのダンジョン。神用のテレインかなんかなの。最も深きダンジョンで10階層なのですか。比喩ですけれどね。昔ダンジョンオブザデッドというものがあって、6人の冒険者がそれを踏破して魔人王を倒したのです。それに他にも名高きダンジョンはいくつもありますから。
破滅の要塞などは60部屋もあったと聞きますし、いえさすがに中に町や森や海があるというのは驚きですけれど。外キャックス、罰当たりですよ。構えやしないわよ。ほんとダンジョンとかドラゴンとか最初に言い出したのは誰なのかしら。でもみんな同じ冒険者ギルドに所属してる冒険者さんでしょ。素人の私としてはお任せするしかないかなって。でも倒しても灰にならないモンスターとか冒険者の装備を奪って使うゴブリンなんて。受け入れるしかありません。それは現に我々の目の前で起こっているのですから。ああ、それでそのお前たちの仲間は。ゴブリンスレイヤーさんですか。ああ、そいつも同じようにここにいるかもしれないんだな。ま、罠に引っかかったのが私とこの子だけじゃなけりゃね。他にもドワーフとリザードマンがいるけど死にはしないでしょ、あいつら。ドワーフとリザードマン。この方たちの言葉には私たちがわからないものも多い。言葉通りモンスターと考えるのは早計でしょう。ああ、ともかくまずお互いの仲間と合流するのが先決だな。この暗闇で不意をつかれれば上級冒険者とて危うい。いや、どうかな彼の場合。手慣れていますからね、あの人。本当にもう心配ですけれど不安ではないというか。案外あなたたちの仲間と彼が一緒にいたりしてね。そのゴブリンスレイヤーさんがですか。そうですね、ゴブリンスレイヤーさんですね。まあオルクボルグなら大丈夫でしょ。いつもゴブリンゴブリン言ってるんだもん。ゴブリン退治であいつと一緒なら無事よね。ひどい目には合ってるかもしれないけど。なれますよ。なれない。どんな冒険者か全然想像つかないな。あなたたちのお仲間っていうのはどんな人なの。彼らも相当な強さです。特に共にいれば死することを想像させない法外のセイント。あなた方のお仲間も彼女と合流できていればいいのですが。何ですのここは。洞窟、いえ迷宮のようですね。暗くてよくわかりませんが。私はわかりますから。では松明の明かりを絶やさぬよう気をつけなくてはなりませんね。やっぱり冒険者セットは買うべきなのかしら。いえ松明くらいなら別に用意しておけば。雪山へと赴く前に大司教様へご挨拶をと思っただけですのに。混沌の手の者による計り事とすれば狙いは私巻き込んでしまいましたわね。いえそんな。でもここはどこなのでしょうか。わかりません。石の中でないだけ感謝すべきでしょう。ですが以前に似たようなことが。ゴブリン、大司教様下がってください。ですが
駆け出しとはいえ私とて冒険者です。たかがゴブリン、何するものぞ。それにゴブリン退治へ向かうのですもの、いい予行演習になりますわ。たあいもありませんわね。ゴブリンが道具まで使うんですか。武器が扱えて道具が使えんと思う方がおかしい。ヒュームは石、アナ、槍から始めたと聞くぞ。イニシエの合戦の折に奴らは騎乗の秘密を盗み出したらしい。狼やワーグにまたがれるのだ。教わりさえすれば船とて操れる。お前とて教わらねば思いつきもしなかったことがあるだろう。だが教わって学べば不慣れながらもできることが増える。言われると確かに。そうだ。だが警戒すべき点は他にもある。連中はコボルトと混同される程度に地下に長けている。ゴブリンも賢人も知らぬ奴らの馬鹿げた迷信だが、間違ってはいまい。ゴブリンはヒュームには思いもやらぬ速度で穴を掘る。拙かろうが崩れようが、連中は構いやしないのだろう。知人はベーコンのフライオンだとか言っていたかな。横穴から奇襲？壁を掘ってゴブリンが？傷がいけません。かすり傷ですわ、このくらい。解毒？その方の傷は癒えています。早くこちらへ。この戦域から離脱します。はい、大司教様、参りましょう。ええ、負けさせないよ。逃げられませんよ。